はい、ハッピー世界線の皆様、こんにちは、竹千代です。ということで、今日はですね、初めてこの動画最初に無言でね、今日ちょっと手帳タイムしているね、動画こう流れるんですけれども、それに後からね、声を当てるっていうね、こんな感じでやっていきたいなと思います。まあ、たまにノートとかでは、音声だけのね、投稿とかをしたりとかするので、まあ、ぶっちゃけ別にこう自分は喋ってるだけで何も手で作業してないで、この画面見てるだけっていうのはね、慣れっこなんですけれども、いざなんかこうやって自分がね、手帳タイムしているところを見ながらこう喋るのとはちょっとね、面白いですね。たまーにピンク色の髪がね、わーってチラチラ映り込んだりとかして、すごく邪魔な位置にありますね。めっちゃ邪魔な位置にありますね。で、今ね、何をやっているかっていうとですね、私はそのメインの手帳ね、メモリストの手帳、おー、てんくん、ちょっと待ってね、今ね、リアル、あいよ、今リアルな世界でおてんてんがちょっと起きたので、よいしょっと。今ね、おてんてんもね、こちらを見ております。で、今、その上にある手帳はですね、私のメモリストの手帳ですね、下がですね、最近の、なんていうか、今ちょっと役割分担を今手帳いろいろ分けて使ってるんですけれども、相変わらずそのシステムダイアリーはもう完全に仕事用ということで、なかなかね、投稿とかにはね、登場しないんですけれども、それはもう毎日書いております。で、仕事用の手帳には何を書いているかと申しますとですね、例えばどういう連絡を取り合ったかとか、どのなんかプロジェクトがどこまで進んだとか、なんかそういうの私は本当にメモマなので、細かく書いております。例えば自分がどんな返信をしたとか、何時何分にどんな返信をしたとかね、なんかそういうのを書いたりとかしております。で、今ちょっと書いてる手帳はまだね、この YouTube とかでは紹介してないんですけど、ノートでは昨日開封動画をしました。まあいずれね、お見せしたいと思いますが、今私のね、大事な、今もこの目の前に、その手帳があるんですけれども、そちらはですね、また後日ただこれもね、なかなか結構プライベートなこと書いちゃってるんで、そんなにね、ちょっとお見せできるあれではないんですけれども、私の大事な、相棒になっております。まあ、とりあえずこんな感じなので、竹千代の言葉をうまく聞き取れない時は頭のてっぺんを押してから試してみてね。あいや、おてんてんがね、ずっとね、私が喋ってる言葉をね、一生懸命こう理解しようとしているんですけれども、こういうふうに、おてんてん以外に喋ってるなっていうのを分かるんですよ、この子は。うん。なんで、分かるんですけれども、今ね、ちゃんとね、僕がもし理解してなかったら、頭の上のボタンを押してから喋ってねって言ってたんですけれども、もし自分の言葉聞き取れてないなって思った私が思うときは、そのおてんての頭のボタンをポチって押すと、なんかリセットされるのか、ちゃんと聞き取れるようになります。まあ、その話は置いといて、こちらですね、いつからかね、画角変わります。ずっとこのね、同じ画角じゃなくって、いつか変わるんですけれども、てかこれ撮る時にさ、本当はね、これ、まあ、トータル17分の動画になってるんですけれども、本当は28分ぐらい撮ってるんですよ。28分ぐらいいろんな角度で撮ってたんですけれども、やっぱりね、私のね、描いてる時の顔書いてる時の顔がなんかね、ちょっとね、若干ちょっとかばみがあったから、そうちょっとこれいけないなと思って、なんかモザイクかけるのめんどくせえなと思って、そこちょっと切った結果17分になりました。わかる？だから今自体化粧とかはしてるのね、メイクはしてる、ただ寝巻きでやってたのね、やってたゆえの、なんだろうな、なんかすごく、すごくゆったりとしたような感じ、すごくゆったりとしたような表情になっておりまして、なんか自分で見てて、これちょっと違うなと思ったんで、それをはしょった結果ですね、10分減りました。
ということで、まあね、喋りたいことをいろいろね、こうメモしたのよ、この手帳にね。こっちの今さ、書いてるさ、その手帳にね、動画の中でも書いてる手帳に、いろいろ今日喋りたいことどうしようかなっていうのを今ここ書いてるね、最中になってるんですけれども、お、手帳交換しました。手帳交換して一体どうする？ここから何をやる？フランクリンプランナーかな？そうですね、フランクリンプランナーだね。で、フランクリンプランナーはですね、今真面目にこのフランクリンプランナーって本来その左側のページってタイムテーブルのページになってるんですよ。タイムテーブルとトゥードゥリストのページねになってて、そのタイムテーブルに関して私はね、結構ね、昨日からね、ちゃんと真面目に書くようにしております。で、今テープで止めたのは、今日ちょっとセリアに行く用事があるので、セリアで何買ってこようかなっていうやつですね。あ、画角が変わりましたね。こんな感じで書いております。これのさ、この声が入ることによってこの動画本来の音とかってどうなるんでしょうかね。もうそれで潰れたらほんますんません。本当はね、書いてる時の音とかね入ってると思うんですけれども、私がですね、こうやってエンドレストークしているせいで、もしかしたらその音がですね全部消えてる可能性もあるんですけれども、で、今、使っているペンに関しては安藤の軸ですね。先日紹介しました安藤の軸にユニボール1のレフィル 0.38mm のレフィルを入れております。で、何を書いてるかっていうと、あ、もうそろそろ1週間が終わるから TKM ね、あの竹城さんの今週のまとめペーパーね、それを配信毎週してるんですけれども、それをちょっと書かなきゃなっていうのと、あとはこれは一体何を書いてるんだ。あ、そうだそうだそうだ、このね、その新しいね、手帳に関してもっとね、私は特別なことに使おうと思ってたんですよ。例えば本当夢とか理想とか未来設定だけを書くとかね、あのビジョンボード的に使うとか、そういう風に考えていたんですけれども、ただ書いてるうちにやっぱり楽しくなっちゃって、もうそれだけを書いとくのはちょっともったいないなと思って、そうそうそう、もったいないなと思ったんで、今かなり普段システム手帳にね書いてるようなことと同じことを書いてますね。メモリストの手帳にはそのフランクリンプランナーとプラス、トゥードゥリスト的に使ってるリフィルが入ってて、でプラスで、まあ、日記系のね雑記リフィルとかも入ってたんですけれども、今その雑記関係がこっちの今書いてるこの手帳に移動してるような感じかな。うん、でこのね、あ、また画角変わったね。好きだね、変えるのね。そう、これはね、見てよ、もう服、これもうほんとさ、私ね、ほんとただの寝巻きです。朝ね、その顔自体はね、化粧自体はね、もう朝アメトーク見てる時に、わ、この時間もったいねえなと思って、アメトーク見ながら、やってたんですよ。東京出身芸人だけど、それ見ながら、もう顔は作ってあったんですけれども、そして手で一生字が見えねえっていうね。なかなかね、このお部屋で、自分のね、自室でね、何？このノートを見せながら書くってなるとさ、どうしてもやっぱり上から撮らないといけないから難しいんですよね。多分いろんな機材とかを持っている方は、カメラをどっかにさ、こう設置してとかね、いろいろやれると思うんですけれども、私はもうただの机の上じゃなく、ライティングボード、斜めのね、角度ついてるライティングボードを使ってるので、余計カメラが固定できないっていうね、うん、そんな感じになっております。で、今はそのシステム手帳にいろいろ書いてますが、今書いてるのはね、アシュフォードの曜日なしのね、日付入りのデイリーに書いてますね。私が一番好きな、リフィル、一番は言い過ぎか。アシュフォードの中で、結構好きなリフィルね。トップ3には入るリフィルですかね。これもう日付の印字だけバチバチにしてあって、曜日は月から日まで印字はあって、そこになんか丸つけたりね、印つけたりして、やるようなねものになっております。日付曜日なしダイアリーだったけど、なんかな、それで調べてみると多分出ると思います。これがね、365日分リフィルが入ってるので、かなり分厚いリフィルになっておりましてですね、システム手帳売り場が多分充実してるところじゃないとなかなかちょっと難しいかもしれないですね。その在庫に関してはね、あるかどうかちょっとわからんちんな。オンラインストアで買うのが一番ね、早いかなと思います。で、今
スマートフォンでいろいろね、ああ、そうですね。ノートでね、ノートの記事用の写真を今撮ってるところですね。割とね、ノートはね、そのインスタグラムとかで全然見せないようなページとかもね、じゃんじゃん載せてるので、結果として私ね、ほとんど手帳の中身見せてますね。ほとんど見せてますね。うん。で、写真を撮って、多分次なんかキーボードとかね、いろいろ出すと思うんですけれども、なんかこれさ、私正直さ、このさ、自分の動画を見ながらずっと喋り続けるって、こんな、なんか10分も20分もさ、まあ、いつもね、あのノートで音声発信してるって、配信してるって言ったんですけど、それね、ノートのね、音声だけの配信って5分しかできないのよ。なんで、マックス5分しかやってなかったんですけれども、案外人って喋れるもんですね。今ちなみに皆様何をしていらっしゃるんでしょうか。まあ、これを見ている時間、まあ、夜なのか、朝なのかね。てか、みんないつ見るんだろうね。画面切ったね。画面切ったね。すんません。めちゃくちゃすんません。なんかさ、そのさ、画面とかってさ、すごい、毎回綺麗な人いるけどさ、どうしてんの？私さ、日焼け止めも塗るし、ハンドクリームも塗るから、すぐ画面がこうなるのね。で、しかもね、このね、折りたたみのさ、この、やつって、フィルムもともと貼られてるのよ。貼られてるから、自分でなんかどうにかするっていうことができないの。他のさ、スマートフォンとかだと、何？その指紋がつきづらいシートみたいなやつとかがあったりとかするじゃないですか。けど、それもね、貼れないようなね、感じになってるので、多分ね、このね、内側の画面、その折りたたみのスマートフォンのこの内側開いた、このね、大画面のところは、多分、その、あんまり貼らないでくださいっていうような感じで書いてあったと思うんで、私は貼っていないですね。うん。もともと貼られてるさ、あれがシートがあるからね。で、今何を書いてるかっていうと、ノートの記事を書いております。これもね、キーボードドカ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 打ってるんですけれども、これもどうなるんだろうね。それが背景としてこの動画に入るのか、それとも、このレコーディングしているこの声に書き消されて何も入らないのかっていうね。でも案外本当にね、自分でこうやって見ててね。よくまあこんなに喋ることがあるんだと思いますが、そう、そうなんだよ。今日喋りたいこととしてね、起床時間とかさ、起きてから何するとかさ、一応ネタは考えてたのよ。それ全然喋ってないから、ちょっと今からね、5分ぐらいかけて喋りますね。まず起床時間なんですけれども、私はですね、遅くまで寝てることもなければ、遅くまで起きてることもないです。本当に規則正しい生活をしております。っていうのも、昔はね、仕事の関係で、もう帰ってくるのがさ、夜のさ、10時半とかだったから、だからどうしてもそっからなんかいろいろ食べたりってなると、寝るのがさ、2時とか3時とかになって、まあ明け方とかっていうのもね、余裕で普通にあったんですけれども、今はそんなことは一切ないですね。うん。で、仕事の日だろうが、休日だろうが、起きる時間、寝る時間はほぼほぼ同じです。まず起きる時間に関しては5時半から6時の間。まあ、自然とね、目覚ましかけなくても5時にはね、目が覚めるんですよ。目が覚めて、おー、5時かと思って、ただ、5時半ぐらいまではまあ布団の中でね、なんか、またうたた寝するか、二度寝までがっつりいかないんだけれども、なんかしばし目をつぶるか、あとは瞑想するか、本を読むか、なんか情報を調べたりするか、なんかかしらやってますね。うん。で、まあ6時ぐらいにはもう、起床、完全に起床します。もうベッドから出ます。まあベッドっていうか、私はもうお部屋のそのベッドを撤去して、今敷布団で寝てるので、そちらを折りたたんで、クローゼットの中にしまい、起きてから何をするかっていうと、まずその布団をしまってカーテンを開けて窓を開けて、暑いんだけどね。でもさ、なんか空気のさ、なんか嫌じゃん。なんかこう空気のさ、循環させたいじゃん。なんで、暑いんだけれども、一回開けて、で、そっからクイックルワイパーで床の掃除をします。これはもう本当日課ですね。床にね、何かが落ちているっていうのがね、本当に嫌で。本当に嫌で。で、昔はこんな性格じゃなかったのよ。昔はね、全然なんだろう、どっちかっていうと、物がすごく多い人間だったんですけれども、でもそれこそあれ、多分ね、こんまりさんの本読んでからだね、
片付けのね、断捨離のその本を読んで、私も東京に行った時だね、の時に、でもちょっと病んでたからさ、病んでたから、片付けなんて全然できなかったのね。ただ、治ってきて、ちょっとなんか元気出てきたなっていう時に、あ、なんか自分のそのお部屋見た時にね、この部屋にいることが疲れると思って、じゃあどうしたいかってなった時に、あ、もう片付けようと思って。もうその時に本とかもなんか2000冊以上売って、だってさ、売った金額が10万超えるってすごくない？やばいでしょ。あ、だから2000とかで、2000で聞かなかったと思う。もしかしたら。うん。あの本を売った金額が10、トータルで12、3万ぐらいになったから。そうそう。で、売って、で、それからなんかその服とかもね、もうほんと今の自分の趣味に合わないものとか全部ね、手放して、あとは、その、いろんなバッグ、あと小物、雑貨類とかね、アクセサリーとか、そういうものも、もう絶対に使わないだろうっていうものは、その時に全部手放しましたね。で、それが本当にね、人生を変えるというか、私のこのなんか性格がちょっと変わった瞬間かな。うん。まあ、その時はもう本当になんか元気に なりかけてた時だったから、それできたけど、もちろんね、そういう片付けとかってめちゃくちゃ体力いることだから、今ね、疲れてるよっていう人はね、全然ね、そんなことは考えずにゆっくり休んでくださいね。って言ってる間に、あと1分ぐらいでちょっとね、この動画がね、終わるっていうことになったので、またね、告知をしておくんですけれども、昨日もちょっとインスタグラムに上げさせてもらったんですけれども、分子メッセ、8月6日と7日の分子メッセですね、コラボリフィルがなんと出るんですよ。それがめちゃくちゃ斬新で、なんとですね、記入済みのリフィルが発売されると。私がメモリストの、そのリフィルにね、私だったらこういう風に使うかなっていうのを書いて、書いた記入済みのリフィルっていうのがパッケージになって、パックになって、ワンパックになって発売されます。ただそれ数量限定になってて、ただ分子メッセだと先行で買えるのかな？うん。確かそんな感じだったと思うんですけれども、その動画が昨日アップされてます。で、メモリストのインスタグラムからもそちらアップされてるので、ぜひぜひ見てみてください。ということで、今日も見てくださりありがとうございました。果たして私のこのレコーディングの音声しか入ってないのか、それとも背景で音声入ってるのかわかんないですけれども、じゃあまたね、明日お会いしましょう。バイバイ。